47都道府県で魅力度ランキングワースト1位の茨城県から参りました錦織姫です。よく茨城って言われるんですけど、実際には茨城です。茨城の錦織姫、ぜひ名前だけでも覚えて帰っていただけたら嬉しいなと思います。さて、今日踊らさせていただく演舞木影、これは2015年度演舞でございまして、なんとこのステージでの演舞が踊り納めとなります。皆様に楽しんでいただけるよう精一杯踊らさせていただきますので、会場にお集まりの皆様、どうかお手拍子、お心拍子のほどよろしくお願いします。はっ、それでは参ります。これは一人の少女の物語、錦織姫2015トカゲ。去年の春、大学のサークル紹介、そこで少女はよさこいと出会いました。